アネモスコープチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ジャーニーです、久しぶりですね。今日はですね、サンセットベイの幻ともされているものがね、入荷しましたので、説明させていただきたいと思います。幻のエゾディアですね、エゾジカのプロダクトについて、解説していきたいと思いますので、どうぞお付き合いくださいませ。いや、約4年ぶり、3年ぶりの入荷になりましたね。なんでこんなに映像時間が入ってこなかったかというとですね、コロナの影響をがっつり食らってるんですね。北海道の、日本の固有種なんですよ、映像時間っていうのは。で、北海道で、漁で捕まえた、ジビエ的な、鹿のジビエ的なものを提供するそのハンターさんたちが、コロナで海外から そのお客さんが来なくなって、需要がなくなっちゃったんで、プラス寮で人を誤って撃ってしまったっていう事件があって、そこから寮を禁止されてたんですけど、やっと、去年の夏終わりぐらいから解禁されたらしくて、そこからですね、徐々に積み重なって、やっとこの川たちが出来上がり、今に至ってるんですね。これなんでこんなに時間がかかるかっていうと、寮でバゴーンって撃ってジビエとしてお肉をメインとしていく中で、皮が積み上がってって、全部その皮をうちで買い取って、そこから剪定して革ジャンになるべく皮を選んでいくんだ。ただ鹿ってめちゃめちゃ走る動物なので、森の中とかわー行くんで、傷がめちゃめちゃ多いんです。なので基本的に馬側だと 1.5 頭分の皮でだいたい1着作るんですけど、でネルソンディアで約3頭分ぐらい。エゾジカに関しては傷を極力避けて避けて避けまくるんで、1着あたり5頭から6頭分の皮を使っているっていう計算になりますかね、量でいう。鹿の皮の特徴としては非常に柔らかくて、しなやか。もちろんそのアクセサリーとかで使う皮紐とかも実は鹿でできていて、引っ張り強度にすごい長けているっていう長所があるんですね。ただそれゆえにですけど、傷が非常に多いで、厚みが 1.2 ミリという、1.2 ミリ取れてればいいんですけど、やっぱりネルソンディアに比べると鹿自体も小さい鹿なので、厚さを取るのも大変だし、あと何よりも特徴として鹿側って大きくなれば大きくなるほど脂肪が強くなります。大鹿の方が脂肪が強くて、小さい鹿の方が脂肪が細かい、筋面が細かいです。実際に店頭にもし江戸鹿を見に来る際は、その筋面の細かさで個体の大きさとか、そういったものをイメージしながら選ぶっていう楽しみもね、あると思います。で、着心地なんですけれども、さっきも着心地的な流れで俺喋ってたけど、例えて言うんだったら、僕今までこの数年間ネルソンディアをすごいよく着てて、それをよくお客様に接客の際に例えていたのが、馬側と羊側の愛の子的なことを言ってたんですね。シワが入るし着心地もいいし柔らかいしみたいなことを言ってたんですけど、今回久しぶりに江戸鹿、新しくなめし終えた鹿側と対面して、改めて着てみて思ったのが、このエゾジカっていうのは、うちのプロダクト、うちの革で例えると、ナタリーカーフとネルソンディアの愛の子って感じですね。だからサンセットベイのいわゆるハイエンドラインの革2つを掛け合わせたイメージイコール最強なのかなっていう感じですね。僕の中ではかなり着心地が良くて、でネルソンディアだと僕3番着てるんですよ。 1.35 の厚みの革を着ると、やっぱどうしても厚みの分ワンサイズ上げたくなっちゃうんですけど、この子は2番で全然いけちゃいます。むしろ3番だとでかく感じるぐらいなので、革の厚みもあるけど、この革のしなやかさ、そういった部分が相まって非常に着心地に優れた、特化した、ナタリーカーフ並みに着心地いいです。ただナタリーちゃんよりも厚みをしっかり持たせてるので、革着てるぜっていう感覚もあるんですね。本当に非常に素晴らしい革となっております。で、なめしはですね、フルベジタンニンにて仕上げております。
で、まあ、素揚げの皮なので表情がどん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 変わっていくのが手に取るように分かる。まあ本当今比べても画像だと分かんないけどね、光沢が出始めてる。ちゃんとシワが刻まれてきますね。僕まだこれ大船の撮影の時からだもんね。だから多分回数で言うと2回3回ぐらいしか着てないんですけど、ただパソコンをやったりとかデスクワークをする際にも全然着ながらできちゃうっていうので、ストレスフリーって部分では本当ナタリーを好きな人はぜひね試してみてもらえたらなと思います。で今回なんですけれども、以前エゾで出していたゴールウェイとクライドにさらにモデルが増えまして、今回3セット目のフラッグシップドラマあるバザーズですね、こちらも仲間入りしました。非常にね、あのドレープも出る革なので、太めのワイドパンツとかに合わせてもかっこいいですし、今僕みたいなこう普通のストレートのデニムに合わせてもマッチングが非常にいい。で、デカめに僕は今回これを着てないのでジャストサイズで着てるんですけど、見た目以上にこう着心地がいいので、細身のパンツ普段履いてる人にかなりおすすめできる鹿革かなと。ナタリー・ネルソンは僕ワンサイズ上げるんですけど、この子はしつこいようですけれども、ジャストサイズで着てもストレスフリーなので、その辺含めてね結構皆さんチョイスが楽しんでいただけるのかなとも思います。で、以前のエゾ時間のモデルはエクセラのファスナー等を使用したり、裏地にはコットン 100% のツイル生地を使用していたんですが、今回はね、サンセットベイらしさっていった部分を落とし込みたかったので、ウォルディスのファスナーに裏地は、まあ、サテン、こういうねギュラッとしたエロティックなサテン生地を落とし込みました。なのでそれ通りもすごいいいし、着心地もいいしということで、本当に手放せない相棒になるんじゃないかなと僕は思います。はい、解説分かりやすかったかな、どうかな。まあ分からなかったらね、分からないことがありましたら、まあ、インスタの DM やお電話等でもあのうちのスタッフが詳しく説明させていただきますので、あの恥ずかしがらずにお気軽にお問い合わせもお待ちしておりますので、ね、よろしくお願いいたします。はい、以上アネモスコープチャンネルでした。チャンネル登録、コメント、高評価随時お待ちしておりますので、何卒よろしくお願いいたします。それではまた。